fucking hands up. はい、どうも、シュガーでーす。今日はですね、最終日の優勝戦をやってみたいと思います。はい、ここはですね、いや、ドラマがあると思っております。はい、メンバーはこんな感じです。はい、1号艇の島田一世選手。14年ぶりの優勝をかける優勝戦になっております。はい、それにですね、優勝戦なんですけれども、今、島田選手。これとてつもないですよ。51連敗中なんですよね。はい。51回優勝戦乗ってるんですけども、そのうち優勝戦4回1号艇から乗ってるんですけども、すべて負けてるというジンクスがあると。はい。もうこれをやらないわけにはいかないということで、こちらをやっていきたいと思います。ではね、展示の方を見ていきましょう。はい。ということで、島田選手の陰線の優勝戦ですね。はい。並びは、枠なりです。2コースね、倉谷選手いるんですけれども、そのまま枠なりですね。まあ、インドリはしないんでしょうね、こういう時は。はい。加瀬選手が懲罰モーターですね。3号艇です。はい。さあ、どうなるですかね。ツアーちょっと今日は曇り空な感じですかね。これね。まあ、スリットは同じぐらいでしたけれども、はい、それではね、予想をね、していきましょう。はい、それではですね、展開予想をしていきたいと思います。はい、まず島田選手の陰線なんですけれども、1着率 68.7%、3連対率 87.5%、高いですね。はい、ただですね、デビューしてから1コースをですね、4回優勝戦で乗ってるんですけども、すべて敗北しております。はい、でただいま優勝戦51連敗中、14年ぶりの優勝、まあ、かなりのプレッシャーがかかるんじゃないかなと思います。しかも島田選手だけ B1 で、あとは A 級選手、はい、もう猛者どもっていう感じですね。はい、ということで買い目はこちらにしてみました。はい、3135、あと24で抑えで13という形にしてみました。モーターが出てるのが1号艇の島田選手、3号艇の加瀬選手出てます。で続いて倉谷選手という形ですね。はい、加瀬選手はもう懲罰モーターです。いわゆるエースモーターですね。角加瀬選手の3号艇からの1着率 12.5% なんですけれども、まあ、実績があるので勝てるかなっていう感じで行ってみました。加瀬選手はまくりというよりはまくり雑誌の選手でもあるので、まあ、まくり雑誌なのかなという形。3号の方は、まあ、まくりに行った場合は島田選手ね、絞られたら止められないんじゃないかなっていうところです。はい、2の頭は3がまくりに行った時の島田選手が張りに行ったパターンですね。倉谷選手が刺してくる、打ち出しの杉田選手が2番雑誌。あとはもうモーター相場で1、3から買いました。でも14年間優勝してないっていうのは、まあ本当に実力の差がねっていうところで、勝つか負けるかっていうところに、まあね、シュガーの宝船はどちらかというと、満州を狙うチャンネルでもありますので、はい。すごい性格悪いですけど、負ける方に僕かけてますので、そっちでね、やってみたいと思います。まあ逃げればね、本当おめでとうございますっていう感じで、まあこれだけのジンクスがあるので、レース的にもね、面白くなると思いますので、この後レース楽しみです。それでは、見ていきましょう。はい、優勝戦が始まりました。はい、島田選手のね、優勝戦51連敗中のジンクスなくなるかと、14年ぶりの優勝をかけた一戦ということですね。まあこんだけ懲罰モーター持ってたらね、逃げるのが普通ですけれども、はい、もう僕はね、もう性格悪いんで1からは抑えてしか勝ってません。はい、いや、ボートレースって本当そういうことだと思うんですよね。やっぱ上手い人とね、そういった人っていうのは差があると、もうはっきり言っちゃいます、あると思っております。もうモーターの時代ではないと思っております。と言ってね、負けそうですけどね、人間とかになっちゃったりして、はい、まあ3が3のね、加瀬選手がもう本当エースモーターなので、あとは倉谷選手ですよね、さばきが、そこがちょっと怖いですけどもね、どうなるか。
島田選手はね、スタートがね、決め手なんですけれども、大谷選手切ってる。あ、ちょっと遅れた。これイン逃げっぽいな。あ、イン逃げだ。イン逃げだ。イン逃げだ。イン逃げですね、これ。いや、これ36来てほしいけど。別に逃げてんじゃんって感じですね。いいっすよ。これ3。打ち出し。あー、倉谷選手か。杉田選手も来てる。3。いや、やばい、やばい、やばい。加瀬選手行ってくれたらな。これ握り合えば、握り合え。そしたら4も刺して 3着。あー、無理だ。いやー、逃げましたね。いやー、すいませんでした。島田選手、あんなこと言っちゃって。さあ、14年ぶりの優勝ということでね、もうこれ決定でしょう。ここで失敗したらもうえぐいですからね。倉谷選手もやっぱうまいですね。本当、最前線でずっとやって、はい、優勝戦51連敗を出して14年ぶりに優勝。まだね、40歳いってないんですよね、島田選手。 B1 選手なんですけども、はい、39か8なんですよね。14年2ヶ月だそうです。通算だ4回目の優勝に向かう島田一成が先頭、最初とマークリア。大事ですね。2番手倉谷和信、3番手4号艇杉田徳光、はい、1番2番4番3連単の通は 11.2 倍となっています。11.2倍でした。先頭1番島田一成優勝5輪、はい、2番手2番倉谷が5輪、3番手、はい、ということでインディグでした。島田選手14年2ヶ月ぶりの優勝が決定しました。はい、イン先前からの加瀬選手のね、差し場がなかったですね。完全に倉谷選手にブロックされてて、1と2の間がもう全然なかったと。加瀬選手もね、多分まくり差し決めてたんでしょうね。なので、まくりに行かなかったですもんね。まくり差しでしたからね。後差しになっちゃって、そのまま行っちゃったという感じですね。まあ、水神、船券だったり、何年ぶりかの優勝だったり、そういうのもありましたらね、と勝負していこうと思いますので、また動画の方をご覧ください。はい、それでは、シュガーでした。